問になりますが、よろしくお願いを申し上げます。今日の審議の中で、自民党の会合における不規則発言、さらには、歴史認識と言われたものがやはりクローズアップをされてくるだろうと思います。この法律を施行する際に、政府がどういう過去に対する認識を持って、そして、この法律の施行に臨んでいくのかということを最初に取り上げさせていただきたいと思います。まず、今日この後南シナ海等々でお伺いすることにしておりました山谷大臣にお伺いをいたしたいと思います。先の大戦については、先の大戦については侵略戦争だというふうにお考えになりますか、大臣。山谷国務大臣。控えさせていただきたいと思います。緒方林太郎君。ちょっと速記止めてください。山谷大臣、答弁願います。海洋政策担当大臣として、控えさせていただきたいという意味でございましたが、これまで繰り返し国会でも申し上げてきたとおり、安倍内閣といたしまして、歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでおりまして、今後とも引き継いでまいります。緒方林太郎君。では正確に申し上げましょう。国務大臣としてお伺いをいたします。先の大戦については侵略戦争だというふうに思われますか、もう一度。山谷国務大臣。戦後我が国は先の大戦への深い反省の上に、自由で民主的で人権を守り、法の支配を尊ぶ国家を作り上げまして、アジアや世界の平和と発展のために大いに貢献してきておりまして、このことは国際社会から高い評価を得てきているところでありまして、平和国家としての歩みを今後とも続けてまいりたいと思います。歴史に関する問題でありますが、歴史家や専門家に委ねるべきと考えております。緒方林太郎君。時間を止めてください。記録止めてください。それは山谷国務大臣、答弁願います。
先ほどもご答弁をさせていただきましたが、安倍内閣といたしましては、歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでおりまして、今後も引き継いでいくということでございます。小方倫太郎君。ご答弁になってないですね、侵略戦争であったかどうかという認識についてイエスならイエス、ノーならノーで結構であります。答弁ください、大臣。山谷国務大臣。我が国が過去に行った行為、具体的に特定というのは困難でございますが、安倍内閣として侵略や植民地支配を指定したことは一度もございません。基本的には歴史の問題については歴史家に任せるべきであろうと考えております。小方倫太郎君。否定しなかったですね、大臣。では侵略戦争ではなかったという認識をお持ちですか、大臣。山谷国務大臣。繰り返しになりますけれども、安倍内閣として歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでいるということでございます。その上で安倍内閣として侵略や植民地支配を指定したことは一度もない。そしてまた歴史の問題については歴史家に任せるべきであろうと考えているところでございます。それはそれで置いてくればいいですか。それであれば、それであればそう言ってくれればいい。検証していることはそういうことですか。答弁ちゃんとしてます。岩谷さんがさっき言ったからもうそれでいいじゃないですか。早期止めてください。